横浜は横浜市消防局の消防艇。本線は1981年2月に竣工した仙台横浜の大線として建造された。まず平成11年度消防局に設置された消防艇建造検討委員会で部内研究が行われ、続いて平成12年度には日本造船技術センターで基本設計が行われた。 コンテナ搭載を考慮し、単独構造の平ら板んぱ線形が採択された。ボツミズ部線形は、部位型、船室は高調力高である。なお、伸縮式放水等などのために、一般船舶と比して、重心位置が高く、また長さに対して過大な積載重量となることから、船速よりも、復元性能を重視した設計が行われた。なお船内は、溶圧で、 海面上6メートルの防爆構造とされている。最大搭載人員は、船員6名及びその他8名であるが、1.5時間未満の短期間であれば40名まで収容できる。なお船内には、高規格救急車と同様の機能を備えた活動支援室も設置されている。主機関は、V 型12気筒のむつ、DDC-12V4000M70 ディーゼルエンジンを2機。 搭載した。四翼のスキュー付き可変ピッチプロペラによるに、軸推進方式としたほか、バウスラスターも備えている。また放水時の操船、繊維補助性能確保のため、自動繊維保持機能を備えた自動操船システムを搭載した。これは、放水砲の反力等に対するフィードフォワード、保証機能も備えている。電源としては、周波電機として、 トワいマイナス 25C を1機、スラスタ用として、とは三31バイトから4を1機備えている。消防ポンプとしては、都出量毎分3万リットルのものを2機搭載する。また消防装置としては、火器のような装備を有する。またこのほか、送水用として150ミリメートル計の送水管を、両弦に2口ずつ備えている。なお、伸縮式放水筒は、最大伸長時には、 海面上、約20メートルに達する。消火剤としては、泡原液を約12,500リットル搭載する。線尾甲板は7.2メートル12メートルのスペースを確保して、災害状況に応じて、主樹のコンテナを搭載可能である。これは、油回収装置や蜜る機式、オイルフェンス、水難、特殊災害対策用のほか、災害自陸上支援も想定されている。 その2役用も兼ねて、上部構造物後端には、長さ6メートル、力量3トンの多目的クレーンも搭載された。また、情報収集、伝達機能の強化が求められたこともあり、カラー CCD 及び冷却式赤外線センサーを用いた、監視カメラシステムや、作業監視カラーカメラシステムが導入されたほか、ヘリコプター映像受信システムにも、対応。 作戦室も設置された。可燃性ガスや有毒ガスを検出するためのガス検知装置も装備している。ありがとうございます。